それでは今日のヒーロー平野佳寿投手にお越しいただきました。ナイスピッチングでした。今日両者譲らぬ戦いで、はい、9回の表、はい、どんなお気持ちでマウンドに立たれたんですか。まあ天平さんがいうふうにすごいいい形で2点取ってくれたんで、はい、本当もうすごい絶対勝たなきゃいけないなという思いと、ちょっと1点より2点っていうのですごいちょっとリラックスしてマウンドに上がることができました。これで首位ソフトバンクに2連勝、この2連勝はすごく大きいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、2連勝すごい大きいですけど、まあ、本当明日も勝って3連勝しなければやっぱいけないなとは思いますし、あともみんな明日に気持ち切り替えてやっていくと思います。はい、さあそして今日はですね、ご存知かわからないんですが、はい、選手会プロデュースデーなんですけれども、はい、いつも応援してくださっているファンの皆様へ、はい、ぜひぜひ、はい、平野佳寿投手から、はい、このビズ TV でもプレゼントをいただければなと思いまして、はいはい、こちら、はい、平野佳寿投手が表紙のビーズタイム、こちらにサインとかっていただくことができますか。はい、オッケーもらうことができました。じゃあ、はい、これでいいですか。はい、確かにいただきました。じゃあこのプレゼントをゲットするためのキーワードを平野佳寿投手に何か伺いたいなと思うんですが、はい、じゃあどうしようかな。平野佳寿投手の、はい、大好物でいきましょう。大好物ですか。今食べたいものでもいいです。今食べたいもの、ソースね。ソース、いやソースじゃないソースではないですね。そうですね、ソースでいきましょう。ソースで、こちらのプレゼント応募キーワードはソースですということで、詳しくはですね、私の竹村美桜の、オフィシャルブログにて応募方法を掲載しますので、ぜひぜひチェックしてください。さあ明日もまだまだ、試合は続きます。はい、後半戦もまだまだ続きます。いつも応援してくださっている皆さんへ最後にメッセージと、はい、今後の、意気込みを聞かせてください。はい、はい、とりあえず明日もね、しっかり勝って、3連勝して、優勝を目指して、頑張っていきたいと思います。これからも熱いですけど、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に初中見舞いもいただきました。今日のヒーロー絶対的守護神平野佳寿投手でした。